羽生譲るたった一人のゼミ同期が明かした学業奮闘記。木下敦史、羽生譲る、北京オリンピック、五輪で94年ぶりの3連覇に挑んだ歴史に残るスケーターには、ただ一人の同期がいます。親子のように年の離れた二人の関係とは、そして同期は羽生選手をどう見たのでしょうか。北京五輪、フィギュアスケート個人4位。壮大31歳差のゼミ仲間、万中さん。 フィギュアスケート男子の波乳譲る27イコール ANA が3度目のオリンピック五輪を全うしてからまもなく1ヶ月が経つ。北京大会では94年ぶりの3連覇こそ逃したが、ただ一人、挑んだクワッドアクセル4回転半ジャンプが国際スケート連盟イス、公認大会で初認定された。五輪紙に4アンペアの2文字が刻まれた。その姿を日本で見届けていたただ一人の 動機がいる。壮大人間科学部、通信教育課程、西村明春ゼミで2年間、共にした万中道則、万中道則氏、58、だ。年の差31歳。生徒2人だけの卒業研究ゼミだった。北京五輪では、ショートプログラムで、表情の穴にはまる、トラブルがありながらも、その後の完璧な演技で見る人を魅了されました。フリーの演技では、 なんといっても五輪で初めて四回転半にチャレンジ。公式に認定された時は感動で胸が熱くなりました。そうテレビ観戦を振り返るバンナカ氏は、総合毛髪関連企業アデランスのグループ会社で、ウィッグやヘア小物などの製造、販売を手掛けるハイネットの代表取締役社長を務めている。出会いは18年10月、通信教育課程のオンライン上で、当時23歳のハブと54歳のバンナカ氏と、 西村教授によるゼミが始まった。うちの子供が32歳、30歳、25歳なのでハブさんと近い世代。私とは30以上離れていますが、ちゃんとゼミ仲間です。笑い、尊重し合うのに年齢は関係ありません。若い世代から学ぶべきことは多いですから。ハブは13年、万中氏は15年の4月に入学。二学年違いの二人が同機になった理由はいくつかあった。まず、 拠点を仙台からカナダトロントに移していたハブはシンプルに多忙だった。進学後に五輪に連覇を達成するなど国際大会の転戦や日々の練習に追われる日々、学業に集中できる時間が限られていた。フレタイム受講が本文の学生のように4年間で卒業することは難しい。実際、西村教授によると社会人も多いので卒業まで平均6、7年といったところでしょうか。 その中でハブは、オンデマンド授業を可能な限り受け、遠征の合間にリポートを提出して、6年目から卒業研究へ進んだ。一方のバンナカ氏は4年目から、上司でアデランス代表取締役社長グループ CEO の津村義博氏も西村ゼミの卒業生だった縁で、合格直後から教授と話す機会に恵まれたことが良かった。ハブ君は、ものすごく頑張っていますよ。そう聞くたびに、頑張って追いつきたいと。 ゼミのスタートラインで並びたいと考えるようになった。当時は本社の営業企画部長や人事担当役員を歴任。社業の傍ら、いくら疲れていても、ここで寝たら追いつけないぞと追い込んで単位を次々取得。17年度の末までに必要数を揃えた。迎えたゼミ選び。西村教授は壮大の e スクールを立ち上げた一人で、高い人気を誇る。それがなぜ立修生二人だけになったのか。 18年2月14日、教授が、蜘蛛膜下出血で倒れたからだった。ハブが男子66年ぶりの2連覇を達成した平正五輪の期間中のことだ。続く。